川棚町は、長崎県中央部にある町、東その義群に属する。大村湾に南面し、眺望に優れる。長崎県の本土中部、大村湾北岸に位置し、川棚川の中流から下流域を長域とする。町域の東部は、国造山を中心とした山岳地帯で平地が少なく、西部は白竹を背にして丘陵が連なり、高地が多い。 川棚川の流域は水田が開ける。大村湾に面する西部海岸はリアス式海岸で、海域には小島が点在する。大崎半島は国曜石の産出地の一つであった。佐藤行政区域とする。大技は設置していない。川棚町では土地改良事業の完治処分などに伴い、境界変更や信号名、町名の設置が行われている。 住所表記として用いられる里、町の他に、行政上の単位で、実地会としても用いられる、行政区の所属についても併記する。昭和平成町長町長議会組織庁舎、消防ゴミ処理権議会権の出先機関、警察衆議院選挙区国の出先機関医療長崎、河田な医療センター町立町立市立、認可認会パン路線バス河田なバスセンター。 一般国道県道主要地報道自然、景色温泉、宿泊海水浴場戦争遺跡魚雷発射試験場、あとその他イベント。ありがとうございます。